私わかりますか。教えません。材料が着々と教えません。わかった。すき焼き屋。はい。はい。こんにちは。こんにちは。はい。牛タンを使った煮込みを作ります。はい。すき焼きですか。いや違う。違う。近くもいや違う。違う近いのはもつ煮込みに近いですね。ああなるほどね、はい、そっち系の牛タンバージョンみたいな感じ、はい、了解です、はい、ただねあの普通なんか厚揚げとかだよね、はいはい、なんかもつ煮込みとか入ってるの、はいはい、で豆腐でうんことそこまで煮込まない方がいいのかなぐらいの煮込みを作ります。煮込みすぎたらグツグツになります。そうそうそこまで煮込まない、あ牛タンそこまで煮込まない煮込み、そうそうそう、煮込ま…牛タン煮込まないじゃあ煮込みやすい煮込みやすい煮込めね。じゃあ、え、で、味付けがお味噌、そう、だからもつ煮込みのあんな感じね。じゃあトントンしていいですか。あ、細く切ろうかなと思う。多分でっかいのを煮込んだら硬くなるけん、ちょっと考えれば分かるんやけど、そうなると思うけん。でもでっかいまま、このまま小玉さんが行くとするなら硬くなるけんが、うん、いやさそうかなと思って、でもそれでも硬いと思うけどちょっと考えればわかるけどよしやれやれ細いやつやれやれちょっとねこれじゃあこれじゃあ硬いそれでもそれやるのこれじゃあ硬いちょっと考えればわかるやろうけどあんま意味ないんじゃないかなそうよもうじゃあはい特茶これ細くいやこれ人参を切る。はい。最初にこうね、なんかしてやるたら。ああ、バラバラに。ダイヤモンドカットね。うん。ね、なんかしてありますよね。して、はい。あれ。で、ここで取り出すはこれ。どうしても使いたかったです。そうです。持ってきたけどね。胃腸にはちっちゃいけん半月で、はい、胃腸が4分の1かな、うん、東京の県じゃねえや都のマークやったっけあそうなんですか、あれ違ったっけ、わかんない、でもなんか地下鉄とかなんかマークついてなかったっけ、これ佐賀県のマーク知らんわ、なんかね、こんな全然わからん、こんなやつ丸にまあ調べなさい、うん、はいそのうち調べますね。であとはこれも入れちゃおうかな、うん、えのきさんと生姜も入ってるんですね。はい、生姜を入れます。こんにゃくはどうします。こんにゃくは切って真ん中に穴開けて、あクリン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 します、よりよりみたいなやつ、ね、よりよりする小玉さんだけね、多分ね、違うこといい予定ソフト豆腐はソフト豆腐やけどさ、はい、普通に絹ごしや、あ、そうなん、うん、この間のと全然違う、なんか中間のやつをソフトってもう言うのかな、いやもう完全に絹ごしよ、これ絹ごしだったり、いろいろあるのかな、あるけど、多分その硬さの目安なんじゃない？分からんけどね。でも名称ソフト豆腐と書いてるね。でもそんなのでもめんでも。お、ソフトや。さあよりより作れるかな。これだしか。これだしか。後ろにあごだしとか白だしも。いろんなだしが。切りすぎかな。ちょっと一回やってみよう。うん。こんぐらいぐらいでよかった気がする。ほらおー上手、ね、これ今この分多分全部切りすぎた気がする酒はい適当みりんまあまあ入れよう、うん、酔っ払うようにいいあとは味噌と醤油かまたちょっとずつ調整していきます、うん、こんにゃくで好きな形に切ってワーム作った方がいいんじゃない確かにそういう人いないのこんにゃくでいると思いますけどね、うん、こんだけ
いい感じやったら。で、ね、白滝とかもそのまま細いね。確かにね。でさせたら。あれでも魚が見たら、わ、ハリガネムシって。ハリガネムシが描いてる。こんぐらい考えれるならほとんどのワーム食わんやん。うわ、ミミズやって。全部匂いもなんか釣れそうな匂いですよ。こんにゃくの匂い。いやいや、そりゃそうやろ。こういうのも絶対釣るよ。だって河口湖でも使えるってやろ。一番いいのが、うん、そう。ね、ね、生物分解や。これ豆腐は、うん、後でいいよね。やっぱ柔らかくするならこいつからやろね。柔らかくなるかな。硬くなるだけじゃない。どうなん？あの圧力鍋でやれば、うん、じゃあ人参、野菜系から鍋の、ね、火が通りにくそうなやつ、うん、もう入れます？お願いします。はい、生姜で味付けになってるか。人参いい、生姜、生姜の味になって、はい、こんにゃくももう入れとく。そうやね、こんにゃくは別にいつ、うん、いつ入れても良さそうやけ、染みた方が、うん、で、こんにゃく入れます、うん、で、味噌煮込み、こんにゃくはなんかちぎった方が味しめるとかいうね。うん、ああ確かにね、手でブリンブリンってちぎるもんね。そしたらこういう斜めに、うん、なんかこんなやつ鍋用ネギね、ちっこくします、うん、あのえらい斜めじゃなく鍋ネギね、鍋ネギ入れるね。これはもう硬いのが好きやけど。入れました。はい、いいね。あー、ぽくなってきたね。これはもうまさかの豚汁じゃないか。俺も思った。豚汁、豚汁、豚汁。じゃあお砂糖追加します。はい、砂糖よね、うん、このね、こいつにはね、乗っ取らんちゃう。うん、砂糖よし、じゃあこのメインのお肉さん入れますか。はい、えのきさんも入れよう。豆腐は、そうや、豆腐は美味しそう。豆腐がね、ソフト豆腐、俺の思ってた豆腐じゃなかったけど、これちょっといいのかな。いや、豆腐からやなかった、これ。豆腐手の上で切れないやつ。ごめん。夏休みのね、昼とかにね、よく来るよね。受けたってね。あじゃあこんな感じであと煮込んでいきます。はい、はい、行きましょう。はいはい、はい、だいぶ煮込まってきました。煮詰まって、いや、煮込まって、煮込まれて、あの重大なことを忘れとった。はい、ご飯を炊いてない。はい、やよし、はい、じゃあ食べますか、うん、食べましょう。はい、ついていきます。はい、小ネギも切る。そうやった、忘れてた。重大なことを忘れすぎじゃないですか。それかな。今から、じゃあ火は止めますよ。はい、お願いします。止めます。スクラムね、うん、崩すのが怖いんで、お豆腐から。あ、でも豆腐トロトロなってる。なった、うん、はい、パラ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 、はい、さあ、いただきますか。はい、はい、丸物丸のご飯じゃないよ。よいしょ。下田ね、ご飯と一緒にと思ってたのに。丸、なんでいつもそこに行く。見てこれ、なんも、ね、なんも落ちてない。いつしか見れてない。しかもね、あ、えらい。おう、はい、はい、いただきます。いただきます。牛タンからですね。うん、あ、うまい。うん、煮込まれと、うん、うん、牛ちょうどぐらい、うん、うまい。あ、うまいね、うん、うまい。ちょうどぐらいですね、ほんと。あの、コリコリだけど柔らかいぐらいの、うん、でもやっぱ俺の喉だけに来るんかな、めっちゃ辛いんだけど。辛い。玉座のだけ辛い、うん、うん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 、うん、もうちょっと入れてもよかったね、ほんと牛タン、うん、豆腐の中に味はあんま入ってないけど、あれが、だしじゃない、なんていうの、スープ、かっこいいから、ちょうどいい。ちょっと箸休め的な感じで、うん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 、味がね、結構濃い味なんで、うん、うまい。美味しいんだけど、ご飯がめっちゃ欲しい。美味しいからこそ欲しい。炊き忘れ、うん、
はい、ということで、はいはい、牛タン豆腐味噌煮込み作ってみました、はい、美味しかったです。ありがとうございました。うまい。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、おいし、はい。